7月24日、ハルビン市団結村の住民は、新東人テレビの番組に対して、2日前、同市で豪雨と氷が降り、農作物や住宅に被害が出たことを明らかにしました。氷に撃たれて死亡した住民もいました。地方政府は被災した住民に無関心で、このニュースはネット上で拡散されていますが、メディアに報道されていません。7月22日午後、ハルビン市は雷を伴う豪雨と氷に見舞われました。 道路が冠水しました、多くの車両が甚大な被害を受け、団結村の住民は深刻な被害を受けたと語りました22日午後2時ごろから40分以上にわたって、地域全体が強風、豪雨、氷に見舞われた。雨などがやんだあと、外へ見に行った。トウモロコシ畑が全部ダメになった。トウモロコシが倒れて全滅しました。今年はトウモロコシが取れないと思う。他にも多くの木が吹き飛ばされ、折れてしまった。 こんな強い雷雨土俵を初めて経験した農作物特にトウモロコシの被害は甚大だ自宅の窓は壊れ屋根は吹き飛ばされた修理のために人を雇わないといけない多分6000件になるだろう近所の家の屋根は完全に吹き飛ばされた被災者から送られてきた写真によると屋根がなくなった家もあれば風で半分ほど持ち上げられている家もありました割れた鉄板や梁がぶら下がっていました 木は半分折れて葉っぱが散乱していましたトウモロコシの茎も半分に折れています住民のリさんはヒの嵐で一人が死亡したと述べました地元の60歳の男性リーホンさんが急いで家に帰る時にヒに打たれて亡くなった2時間足らずで現場に駆けつけると巨大なヒを発見した測ってみると一番大きいものはアヒルの卵ほどだった 長さんによると李光さんは7月24日に仮装されました彼は友人宅に出かけていた雨が異常に降っていたので待った方がいいと言われて彼は大丈夫だと返事したその後彼はそこからそう遠くないところで撃たれた路上に横たわっているところを発見されたがすでに亡くなった長さんはさらに7月22日以降政府からは誰も来ていないと指摘しました地方政府は何もしてくれない 実際は来ても何もできないと思うが、せめてお見舞いくらいはするべきだ。滅多にない強い雷雨や氷で、農作物が被害を受けた。死亡者が一人いる。しかし私たちのことは誰も気にかけていない。ここは住みやすい場所だと思うメディアはハルビン氏の氷の嵐について一部報道しましたが、死者については報道しませんでした。とリョウさんは述べました。今日になっても報道はない。 地元住民の話では、行政も福祉部門も注目していない、マスコミも報道していない。私は村に住んでいる普通の住民ですが、この件についていくつかの考えがある。政府は市民の生活を気にしていない。私たちは自分でどうにかすることができるが、政府は自分のことしか考えていない。国民のことを気にしていない。政府に反対するつもりはなかったが、今ではもう支持できない。彼らは国民を無視している。責任を放棄している。 以前中国共産党を信じていたが今はもう信じない現時点では被災地の方々が救済を受けられるかどうかは不明です地元住民は外部からの注目を期待しています